橋本駅は和歌山県橋本市小佐田一丁目にある西日本旅客鉄道南海電気鉄道の駅標高92メートル南海電気鉄道の駅番号は NK77 橋本市の代表駅で JR 西日本の和歌山線と南海の高野線が乗り入れ両路線の接続駅となっている以前は改札を出ずに 乗り換えが可能な共同使用駅であったが、2011年の改良工事により、両社で改札口が別となった。JR の駅としては、駅長が配置された直営駅であり、管理駅として、和歌山線の大和二見駅、船戸駅間を管理しているほか、校内には、橋本運転区の事務所がある。何回も日本国有鉄道時代から駅長を配置していたが、 書類上の肩書きは国鉄が JR になるまで隣の木石水駅長となっていた。南海の駅長は、君峠駅高野海駅間を管理している。JR、南海ともに、当駅を通る全営業列車が停車する駅である。南海では、かつては南馬駅から高野山方面へ直通する大運転の列車が多数走っており、かつ、 当駅園の最長編成量数が、ズームカー、または、特急車の17メートル車4両であるため、車両の連結、切り離し作業がしばしば行われていた。しかし、現在では、大運転の本数が減り、南馬駅当駅間を通勤車両が往復している。そのため、南馬駅当駅間のほとんどの急行は当駅で、当駅高の下駅、または、 極楽教育発着の各駅停車と接続している。その他、1万1の急病人発生に備えて、自動体外式所再動機が1台設置されており、全駅係員が迅速かつ適切に対応できるよう講習と訓練を受けている。近年、子供を狙った犯罪から守るため両者とも、子供110番の駅に指定されている。 以前毎年8月に行われていた、木の川祭の際には、花火の見物客で激しく混雑し、改札制限することもあった。IC カード等の詳細に関しては口実。駅舎改修前の橋本駅改修前の古戦橋に、あった、簡易券売機改修前の古戦橋にあった、簡易自動改札機南海駅舎改修後の LED、行き先案内鉄道消火第5集。 作詞43番の歌詞にて、当駅が登場する。なお、作詞当時において、現在の南海の橋本、黒山、高野山の各駅は存在していないため、歌詞中の、橋本は、木和鉄道の橋本駅のことである。柴田拓暇に、橋本と叫ぶ駅譜に、道と、エヴァ、木の川渡り黒山を過ぎて三里図を高野まで、各ホームへは、京城駅舎。 小選橋で連絡している。長らく駅舎と JR 南海ホームは老朽化した小選橋だけで結ばれており、トイレもユニバーサルトイレがなく、しかも南海側は急取りだったことなどバリアフリー化の遅れた状況が長らく続いていた。これらの問題を解消するためにエレベーターの設置をはじめとする駅舎施設の整備が2010年3月から始まり、同年4月から 本格工事が開始され、2011年3月1日に南海協定駅舎とエレベーター付き湖線橋が完成した。JR と南海が駅入り口を共有しているが、バリアフリー加工事完成に伴って南海切符売り場と改札口は協上駅舎に移った。それまで両者が共用していた従来の地上改札口は JR 専用となり、 自動改札機を撤去の上で、有人改札となった。また、南海京定駅舎にも、JR 線の券売機、改札口が設置されている。南海では、ピタパやイコカが使用でき、それらへの入金は、改札外では、ピンク色の券売機、または窓口で、改札内では、生産機で、それぞれ行うことができる。また、JR も2020年3月14日から、 ピタパやイコカが使用できるようになった。以前、JR 南海の乗り換えの際に改札口を出て、切ップを買い直す必要をなくすため、古戦橋の通路に、それぞれの簡易券売機と簡易自動改札機が設置されていたが、現在は JR、南海の改札が分離されている。ただし、南海の改札のほぼ正面に、戦術のように JR 線の券売機、 改札口が設置されており、地上駅舎まで迂回しないで住むように配慮されている。なお、こちらの改札は分離時に終日無人となった。乗り場の番号は JR 南海で投資となっており、1から3番乗り場が JR 和歌山線ホーム、4.5番線が南海高野線ホームとなっている。改札外にトイレが設置されている。片面、 島式二面三線を使用。以前は改札内にトイレが設置されていたが、バリアフリー加工時に伴い撤去された。かつて改札内の一番線に存在した待合室には、地元から寄贈された本が多数あるために、ミニ図書館の役割を果たしており、待合時間を有効に活用できた。バリアフリー加工時完成後は改札外に移され、引き続き地元の憩いの場となっている。 乗り場1989年3月11日から2002年3月22日までは JR 和歌山線で和歌山駅当駅間の列車が日中にも設定されており、この列車は2番乗り場で折り返していたが、翌23日の改正で折り返し列車は朝晩のみに見直された。折り返し以外では、線の星目的で1日1本の五条方面への列車が入る程度であった。 しかし2010年3月13日のダイヤ改正で、東駅小川駅間が、星工事運休対象から外されたことにより、星工事運休実施時間帯の和歌山方面からの列車が2番乗り場で折り返すことになった。これに伴い日中の五条方面の列車は保守、工事ウムに関係なく2番乗り場仕様に変更され、3番乗り場の仕様は朝晩のみとなった。 島式一面二線を使用。留置線が二線あり、夜間対白の他日中の一時的な車両留置にも用いられる。かつては、この留置線が建築として機能していた。原則的には、南馬方面行き上り列車が四番線、高野山極楽橋方面行き下り列車が五番線から発車するが、特急の発着時や時間帯により、各番線は両方面ともに使用される。 両方面とも、当駅折り返し列車が多く、4扉の大型車8.6両、2扉の17メートル車4.2両、さらに特急車両8.4両まで、編成やドア数、位置が様々で、発着番線と合わせ列車停止位置表示機能のついた、フルカラー LED 式発車案内表示機にて、案内される。ホームには、特急券自動販売機と観光列車、 天空専用の座席指定券売場がある。駅名表は、当駅より極楽京駅まで、荒野花鉄道仕様のものに変更されている。この駅名表は2009年に順次取り付けられたもので、あり、4カ国語対応の案内や、駅の標高などが記してある。また、ホームには発車案内表示器とは別に、LED 式の接近案内表示器及び、 極楽橋方面へのワンマン運転用のミラーが設置されている。南馬方面からの伏線は、当駅を境に、極楽橋方面が単線となる。信号装置の関係上、改装、試運転も含め全ての列車が停車する。当駅では到着後改装扱いとなる列車も多く、日中時間帯を中心に増結、開放作業も行うためホームには、終日駅係員がおり、 列車の出発時には係員が全列車に対して出発時期合図を明導させる。2020年秋までは駅自動放送がなく、駅係員が適宜肉声によって案内放送を行っていた。同時期からは主要駅と同じ駅自動放送が流れている。発車放送については、南場駅と同様に乗り場だけでなく行き先も案内される。なお、 発車ベルは従来のものをそのまま使用。かつては車両の増解決や改装、入れ替え列車の停車が頻繁に行われることに加え、2005年からは極楽橋方面列車と南波方面列車が同一ホームに停車し始めるなど自動放送を導入しづらい事情があった。南海では東駅北で駅自動放送設備が充実している。一方、東駅以南の駅で 肉声案内放送が行われる駅は、極楽京駅と高野山駅が主であり、その他の駅では、肉声での案内放送すら行われない。トイレは、女性用の美容式個室がある。便所とホームの屋根はつながっておらず一旦屋根のない部分を通る必要がある。ホーム屋根の終端部には、傘が用意されているがこれは乗務員用であり、傘立てにもその旨が書かれている。また、 ユニバーサルトイレについても改札外は一般の便所と併設されているが、南海側は従来のトイレが狭硬な場所にあるために組み込めず、協場駅舎下に単独で設置されている。乗り場各年度の一日平均乗降乗車人員数は下表の通り。上表の通り互いの利用者の比較は、九百八十年と九百八十五年は国鉄が南海を少し上回っていたが、 JR になった後の1990年以降は、これが逆転している。駅前系橋本市の中心街となっている。駅前にはバスロータリーあり。市役所などの観光庁は当駅から西寄り国道24号沿いに集中している。ありがとうございます。